皆さん、こんにちは。鉄道ビジネスカジュアルチャンネルへようこそ。今回は、大手私鉄の外様路線を集めてみたをお届けします。外様ですか。江戸幕府の大名の呼び方で、関ヶ原の戦い時、または以降に徳川幕府に味方した大名ですね。一般的には、会社では生え抜きでなく外部から来た人などを指します。そうなのです。鉄道会社にも創立時からあるわけでなく、買収や合併によって組み込まれ、現在でも車両運用や人的リソース面において本線、本流と融合しきれていない路線です。ただし、これは何の基準もなく、ただ宇部主が直感的に思った独断と偏見ですので、間違った部分もありますので、そこはお許しください。複数路線グループがあるものは系統と記します。外様路線は言葉の通り買収、合併等で手に入れた路線に限ります。調査しましたところ、3つのパターンに分かれます。パターン1、期間は同じだが買収等で規格が違うため、現在でもほとんど別運用となっている外様路線、しかし接続はできる。阪急電鉄、阪急京都線系統、旧新京阪鉄道。この路線は何度もこのチャンネルで言いました通り、もともとは京阪グループの新京阪鉄道が持っていて、京阪が独立するとき阪急に渡った路線です。重曹駅で接続はできます。この系統は阪急京都線、阪急千里線、阪急嵐山線となります。旧美濃有馬電気軌道系統の阪急神戸線、宝塚線、美濃線、伊丹線、紅葉線、高速神戸線とは車両運用上別扱いとなっております。これらの系統は一般的に新宝線と呼ばれております。新宝線という言い方は未だに残っています。これは京都線が外様という意味でもあります。これはそもそも車両の規格が違うことも由来しております。宝塚線、神戸線はもともと電圧が 600V に対して京都線は 1500V だったので、車両の部品なども違いはありました。また工場も別で、新宝線の西宮工場と京都線の小弱工場と別々に存在しておりました。小弱工場は新京阪時代から存在しておりました。しかし現在では西宮工場がなくなり、小弱工場で統一され、様々な部品が統一されました。しかし車幅や車長が京都線と神戸線、宝塚線で違いがあります。運用上の違いなど、やっぱり阪急京都線に対しては外様の様相は拭えません。パターン2、期間は同じだが買収等で孤立路線となっているため、運用は完全に別となっている外様路線。名古屋鉄道、名鉄瀬戸線、旧瀬戸電気鉄道。他の名鉄路線から瀬戸線は完全に離れております。もともとあった瀬戸電気鉄道を買収したので孤立路線となっております。陸上交通事業調整法で名鉄が買収、戦時の被害は少なくすぐ復旧しました。名古屋城のお堀沿いを走るお堀列車で親しまれましたが、市電乗り換えの大津町駅が市電の廃止によってその機能を失いました。さらに1971年までに名古屋市は地下鉄名城線の栄駅から大曽根駅間を開通したため、名古屋都心部への乗客の多くが大曽根駅で乗り換えるようになりました。そのため名古屋都心への路線が必要となりました。地下鉄との乗り入れも検討していましたが、名古屋市の門廊主義、自前建設に阻まれ断念します。名鉄の栄町まで独自路線を敷設しようとしますが、ここも名古屋市営地下鉄と競合するので、名鉄が有していた矢事から赤池の免許を名古屋市に譲渡します。後の鶴舞線となります。見返りとして大曽根から栄町を独自で建設して今に至ります。車両運用も地下路線を走ることから、瀬戸線の車両には地下鉄路線基準の AA 基準が必要となりました。孤立路線のため、新車両の導入や他線との車両の転属を行う場合にはトレーラーでの陸送が行われます。運用的にも外様のような様相です。東武鉄道、東武東上線系統、旧東上鉄道。この路線は異彩を放つ路線です。敷設されているエリアの一部は西武と競合します。東武東上線系統は東上本線と越瀬線だけです。川越近辺の有志が日本工業鉄道を発起し免許を申請しますが、出資者が集まらず
東武鉄道社長の根津嘉一郎氏に出資を依頼して東条鉄道を発起しました。第一次世界大戦時に営業経費や資材の高騰で建設は思うようにいかず、1920年に東武鉄道と合併します。もともとは東京と群馬県上州を結ぶということで東条鉄道と名乗りました。しかし寄居から先は国鉄八高線が敷設されることで断念、現在に至っております。東武伊勢崎線系統との接続駅は孤立路線のためありません。大師線を延伸するという計画がありましたが頓挫しました。車両のやり取りはこの2路線をつなぐ秩父鉄道を介して行っております。カターン3期間は別で、運用も別の戸様路線。西日本鉄道西鉄貝塚線旧博多湾鉄道汽船、この路線は JR 香椎線と同じ博多湾鉄道汽船を起源としております。西鉄天神大牟田線の標準機ではなく狂機となっております。過去福岡市内戦があった時は新博多から貝塚に貝塚線が存在して連絡できましたが、1979年に廃止となった以降は完全に孤立路線となっております。このため西鉄天神大牟田線系統の各駅や列車などの案内板には掲載されておりません。やはり戸様感は半端ないですね。京王電鉄京王井の頭線旧帝都電鉄、帝都電鉄から小田急帝都線になり、陸上交通事業調整法で大東急に組み入れられ分割した時に京王に渡りました。1998年までは京王帝都電鉄でした。この路線は小田急と同じ 1067mm であり、京王本線の 1372mm とは一線を画しています。しかし明大前で接続しており営業路線図も一体化されております。京王から言えば期間が違う戸様路線と言えます。近畿日本鉄道近鉄南大阪線系統旧大阪鉄道、近鉄大阪線の標準機系統とは別で大阪鉄道が敷設した狂気路線となっています。南大阪線系統は南大阪線、長野線、道明寺線、五瀬線、吉野線です。大阪鉄道時代は世界恐慌などで経営が苦しく、しかも伊勢方面へ建設免許を持っていたので大阪電気軌道大気にとっては目の上のたんこぶでした。そこで大阪鉄道の株を大気が買い占めました。大気が三宮急行電鉄を経て関西急行電鉄となり、1943年に大阪鉄道を買収し今の南大阪線があります。南大阪線系統の柏原から道明寺から古市が1898年明治31年に開業したので、近鉄にとっての最古の路線となっております。近鉄各駅の路線案内図には一括で掲載されておりますが、期間が違うためデザインは同じでも車両は当然別運用となっております。大阪線系統と直接連絡できるのは橿原神宮前駅だけです。標準機と狂機をまたいで走行できるフリーゲージトレインの導入をこの駅で運用する計画が何度も出てきます。しかし実現化には至っておりません。大阪府と奈良県の県境にほぼ接近して並行して敷設されております。標準機と狂機なので別運用ですが、車両のメンテだけは統一化が図れております。近鉄では車両の整備・検査体制の全面的な見直しが実施され、大阪・奈良・京都・南大阪の各路線に配置されている一般車両と全特急車の検査は、それまでの高安・多摩川・古市の3工場での分散研修体制から5移動研修車庫で一括して研修を実施する体制になりました。そのため古市検車区から5移動研修車庫まで南大阪専用車両を改装するにあたっては、標準期間の線区である橿原神宮前から5移動研修車庫まで狂気用台車を外して標準期間用の仮台車を装着して特殊車で輸送します。戸様感としては期間が違うことだけにとどまっており、路線の一体化、車両の検査・修理の統一化が図れております。またパターン1、期間は同じだが買収等で規格が違うため現在でもほとんど別運用に戻ります。南海電鉄南海高野線旧高野鉄道、最後のこの路線は関西の路線なのに関東の会社が経営していた戸様路線です。南海本線と高野線とは車両運用も別、故障も別。南海本線は普通、南海高野線は確定、特急の運用も別です。南海本線の特急サザンは一部料金必要の指定、
南海高野線は全車料金必要、全車指定です。実はこの路線にも東上線で説明いたしました東武の総帥の根塚一郎氏が創立に加わっております。高野鉄道が1898年に堺東から狭山駅間を開業します。当初は堺で南海本線に接続する予定でしたが、住吉大社や阿鼻子観音への参詣客が見込めることから方針を転換し難波へ延伸する計画を立てます。さらには和歌山県橋本への延伸を目論みます。だが路線が郊外を通っているため高野鉄道の経営は思わしくなく、日清戦争後の不況が追い打ちをかけて業績は好転しませんでした。そのため高野鉄道は河内長野駅から橋本駅間の延伸を断念します。経営者は当時阪南の紡績会社の社長が兼務しており、この人は鉄道に関してはズブの素人でした。東武の総帥根塚一郎氏が高野鉄道の 8% の株を有していたので、この社長が根津氏に相談、根津氏が引き受けることになりました。ついに根塚一郎氏の出資によって設立された高野登山鉄道が事業を継承して足元まで延伸。現地支配人として根津氏によって送り込まれたのが後に東京地下鉄道東京メトロの前身を開業する早川則次氏です。高野登山鉄道は1915年に塩見橋駅橋本駅間を開通させ大阪高野鉄道と社名変更します。その後高野大師鉄道を設立して橋本駅から高野下駅の工事を着工します。この頃から南海の買収交渉がありましたが、安い金額で交渉されたため根津氏は安々と売りませんでした。1922年に大阪高野鉄道高野大師鉄道は共に南海と合併し、高野大師鉄道によって着手していた橋本駅から高野山駅が開通します。南海は1944年に近畿日本鉄道になりましたが、この高野山電気鉄道が戦後南海が分離独立する際の受け皿会社となり、分離独立後再併合しました。このような経緯があるので電車の運用面でも本線とは一線を画しております。余談ですが、南海電鉄の子会社となり南海高野線に乗り入れている仙北高速鉄道の一部の車両の色を見ると、東武8000系5000系等と同じ配色となっております。これも偶然でしょうか。未だに融合できていない南海にとっての高野線は外様路線なのです。何は筋線開業時が楽しみです。